今日は3月の3日、西九州新幹線長崎駅からスタートです。今日はこれから江北、佐賀、博多と寄って、そして途中鹿児島、仙台も通って鹿児島中央に帰ります。今回もまた音鉄の旅でもやってみようかなと思います。今回は江北と佐賀の、鉄道の音、あと博多の鉄道の音も撮ってみようかなと思います。諫早新大村間で車掌さんが今切符がどうたらという放送されていますが、これは最近 JR 九州の特急の車内放送でも聞けるようになりましたね。以前 JR 九州の古宮社長も会見されていましたが、不正乗車が多いということで、このような放送をした上で、乗車駅が確認できない場合はその列車の始発駅からの運賃を徴収するということになっています。またそれが不正に乗車されたものであれば、これについては一つ例を紹介しますが、実際にあった例を紹介しますが、あるお客さんが串木野から鹿児島中央まで乗車されていたそうですが、その人は鹿児島中央駅の有人改札口で、すいません移住員から乗りましたと、中央駅の駅員に申告したそうですが、結局それが、串木野から乗っていたということがバレ、そのお客さんは660円の3倍運賃ですから、いくらですけど、2000円相当ですね、その額を支払ったそうです。2000円もあればいいランチが食べれるのに、660円で済むところを嘘ついただけでその2000円を取られてしまうというのはとても痛いことですよね。まあ不正乗車したのが悪いので、まあ払って当たり前という感じなんですが、まあ、そもそも不正乗車をしないということが前提ですね。皆さんも列車に乗る際は始発、自分の乗る駅から降りる駅までの正しい運賃区間の切符を買いましょう。さて列車は進行方向左側に大村湾を眺めながら長崎県内最後の区間を走行していきます。この大村湾の景色、そしてトンネルに入る手前の棚田の景色を最後に、ちょうどこの景色ですね、この景色を最後に長崎県とはお別れ、次に入る区間は佐賀県になりますが、嬉野温泉、武雄温泉と停車したら新幹線は終わりです。武雄温泉から先博多方面へは特急リレーカモメ号がこの列車から接続して博多方面まで私たちを運んでくれます。ちょうど今通過したのが嬉野温泉駅、そして嬉野温泉駅を通過するとも武雄温泉に着くといった放送が始まります。武雄温泉からは特急リレーかもめ32号博多行きに乗り換えです。787系8両編成、こちらに乗り換えていきます。こちらで向かうのは江北駅、旧肥前山口駅ですね、こちらまで向かいます。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ32号博多行きです。さて列車は江北駅に到着。ここからは普通列車の久保田、佐賀、新鳥栖方面の鳥栖行き普通列車に乗り換えていきます。ちょうど向かい側には特急みどりハウステンボス号、佐世保ハウステンボス行きが止まっていましたね。お待たせいたしました。14時29分発車の佐賀、新鳥栖方面鳥栖行きの普通列車です。まもなく発車いたします。一度乗り場から普通列車ワンワン鳥栖行きが発車します。ドアにご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は長崎本線佐賀方面普通列車バンバン特行きです。列車は間もなく久保田駅に着きます。ここで右側から線路が合流してきますが、この線路は唐津線の線路です。ちょうど、久保田駅から分かれて、宅方面ですね、宅方面の唐津、西唐津方面へと走っていきます。また唐津線は非電化となっているため、この区間はディーゼル列車が走ります。キハ125もしくはキハ47での運転となっています。次に列車は年に数回しか営業がされないバルーン佐賀駅を通過します。この駅はバルーンフェスタが開催される11月の上旬頃ですね、その期間年に数日のみしか営業されません。次に停車するのが、これは牛津じゃないですね、線路がいっぱいありますから鍋島駅ですね、佐賀貨物、鍋島貨物ターミナルもある鍋島駅となっています。鍋島駅では久保田から唐津線に入るキハ47と行き違いました。今唐津線の列車では全てこのロマンシング佐賀、というゲームがあるのですが、それとコラボした、ラッピング列車となっています。これね、見てみます。伊万里市の大川内山というのが書いてありますが、これ真ん中というと川内、鹿児島県仙台ですね。今日向かいますよ。まあそんなことはさておき、列車は高架区間に入り、まもなく佐賀に着きます。この佐賀駅で普通列車は降りて、緑34号博多駅に乗り換えます。佐賀に着いたら向かい側のホームに、普通列車の肥前鹿島駅が止まっていましたが、こちらの幕見てみると LED になってますね。817系でも、この0番台、1000番台、1500番台等で、数台しかいない LED 幕の817系でした。私が知る限りではこの長崎の VN31 編成と、鹿児島にいる VK の523編成、こちらは500番台ですが、その2つかな。もし他にも LED 幕の817系いたら教えてほしいんですが、まあ面白いですよね。今見てもらったら分かると思うんですが、1と万でちょっとずれてるんですよね。今写真にも出してると思いますが、次に聞いてもらっている鉄道の音、駅メロですが、これは、佐賀駅で流れるロマンシング佐賀のオープニングソングになっています。これが、佐賀駅では列車の到着前になります。さてやってきましたのが特急白い緑34号博多行きです。西九州新幹線の開業から、特急緑号に使われていた787系は全てリレーカモメ号に使われるようになり、そして代わりにカモメ号で使われていた885系が特急緑号に入ることにより、JR 九州では列車の色で案内することがあるんですが、そのせいで特急白い緑というすごい列車が誕生しました。白色なのか緑色なのか、まあ見た目は完全に白ですよね。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急緑34号博多行きです。そうそう、いつもあの佐賀方面列車で走ってる時に見て、あ、これ紹介しようと思って忘れてたんですが、列車で、佐賀駅から新都市の方に走っていると、進行方向右側に分かりますかね、バイオハザードのアンブレラマークがあるんですよね。まあこれツイッターでもなんか紹介されてたので面白いなと思うんですけど、何の企業なんですかね。ちょっと詳しくは知らないので、誰か知ってる方いたら教えてください。お忘れ物のないようご支度ください。列車は、だいぶ進んできまして、鳥栖駅を発車するところですが、駅のホーム上にすごい量の、写真を撮る、まあ、撮り鉄以外の感じの人もいたので、何かなと思ったら今日 SL が走る日でしたね。 SL も引退間近、もうこの動画が投稿される頃には SL も引退しているか、もしくは引退目前といったところでしょうか。いや、私もこの間
まあ、熊本とか鹿児島3日間行くっていう動画出しましたが、その時に SL ちょっと乗ったんですが、本当 SL 人吉乗れたのはそれっきりだったので、もう少し乗りたかったですね。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点博多、博多です。鹿児島線、福北豊か線のお乗り換えです。博多駅に着くとホーム上になんか派手な列車がいるなと思って、6番乗り場までやってきたわけですが、スプラトゥーン列車がいましたね。 JR 九州ではこの間ディズニーとコラボしてましたが、今度はスプラトゥーン3とコラボということで、885系の SM6 編成はこのようにスプラトゥーンのラッピングをまとっているんですよね。このラッピング列車には博多大分佐伯間の特急サニック号や博多武雄温泉間リレーかもめ号、博多佐世保間の緑号で、この列車が入る際は誰でも乗車することができます。博多駅11、12番乗り場の発車メロディを聞いた後は、せっかく博多にいるわけですから新幹線にも乗りたいということで博多南線に乗車します。乗る列車はこちら500系といえば青色と思う方多いですので、ピンクですね。今500系はハローキティとコラボしていて、一編成だけこのハローキティラッピングの500系がいます。今日はラッピングの列車見ることが多いですね。佐賀の方でロマンシング佐賀のラッピング、さっき博多の在来線ホームでスプラトゥーンのラッピングを見て、博多の新幹線ではハローキティ、こちらで一つお隣博多南へと向かってみようと思います。さて、この列車が発車する前にお隣15番乗り場からさくら557号鹿児島中央行きが発車するということだったので、その発車メロディー銀河鉄道39の A メロ、こちらを撮ってみましたが、まあ、今回音鉄の旅って言ってる割にはそれを紹介する順番がバラバラなのはちょっと申し訳ないですが、博多南線の博多南行き500系ハローキティ電車は博多駅を発車しました。これから約9分で終点の博多南まで走っていきます。この列車は博多南行きですと書いてありますが、列車名などは与えられていません。あるなら、まあ、849号博多南行きという、この列車は特急電車と同じ扱いとなっていて、新幹線電車を使った、在来線特急という扱いになっています。そのため博多南に行く際、乗車券は200円、特急券は130円、片道330円で新幹線車両に9分間も乗れてしまうという大変乗り得な列車にもなっています。だからよく言われるのは、お父さんお母さんが小さい子供が電車に乗りたい、新幹線に乗りたいっていう時に博多南線に乗せるっていうのはよく聞く話ですかね。確かに博多南に行けば新幹線の車両基地が隣接してますから、そこで新幹線も見れるし列車にも乗れるし、もう一石二鳥ですよね。列車は博多南に到着。もうすでにホームからも改札からも出ていますが、ここで紹介させていただきたいのは九州新幹線のこのすごい勾配ですよね。これすごいですよね。ここから見てももう分かる勾配ですよね。今ちょうど800系新幹線が上っていっているところですが、九州新幹線ではこういった勾配に対応するため全車両にモーターがついています。あと先ほどまで乗っていた博多南について詳しく知りたいという人いましたら、
以前山口に行った際に博多南も立ち寄ってますので、まあ、その動画見てもらえたらなと思います。さて改札入ってホームに戻ってきました。今度は700系レールスター編成のこの車両で博多に帰ります。700系レールスター、光レールスターという名前で聞くことが多いと思いますが、この列車が光レールスターで走っているのは朝の確か新下関発岡山行きとかだったかな。もうその1本ぐらいしかなかったはずです。今はもうこの列車は小玉レールスターですよね。各駅停車で使われています。そしてこの列車窓が濡れていますが、ちょうど今洗車して出てきたばっかりなんですよね。この博多南は新幹線の車両基地ですから、もともと博多南博多というのはまあ回送線だったんですよね。まあ、また詳しくはその先ほど言った動画で説明してますので、そちら見てもらえればいいんですけど、なので今洗車して出てきた車両を博多に持っていくまででお客様を乗せているという感じです。この列車は博多から小玉号として新大阪方面へと運転をしていきます。博多南線の列車から降り、また、博多駅の新幹線15、16番乗り場に戻ってきました。17時1分発桜559号鹿児島中央行きで仙台、仙台からは18時32分発鹿児島本線下り、串木の伊集院方面の鹿児島中央行き列車で鹿児島中央に帰ります。18時32分発 JR 線鹿児島本線下り、串木の上村学園前、湯本東一木伊集院方面通列車鹿児島中行きです。まもなく発車いたします。ドアが閉まります、ご注意ください。ドアが閉まります、ご注意ください。JR 九州をご利用くださいまして、この列車は仙台、鹿児島線を予定します。